ポッター見たいからハリーポッターが始まるまでにやめます。ふむふむ。寒いなぁと思いながら、なんか最近千と千尋の神隠し見た気がしたのに、もうハリーポッターの週になっちゃいました。びっくりだよ。そうこんばんは。一週間が早いですね。オモプラでも見れるよ。違うね、テレビで見るからいいって話ですよ。そういうこと。髪の毛いい感じ。もうボサボサ。一日何を話そうとかも別にないから話すことないですが、ちょっと配信しようかなと思って始めてみた所存でございます。そう、明日ロングでワンショット撮れるの嬉しい。そうね、いやー、明日はお話し会2日間あって、明日明後日やばい、6部6部でしょ、12時間わお、やばい、12時間やばい、水曜日ほぼ出てないかもね。そう、今シングルラストか。おお、ラストか、もうラストなんですな、早いね。もう寝た方がいいんじゃないですか。早っ、めっちゃ寝かせたいやん。ハリーポッター見なきゃいけないから、私。そう、さあ明日の次は3月なの。遠いね、確かに。対面で言ったら3ヶ月ぐらい空いちゃうってことだもんね。確かに。でも次3月か。うん。お話が今も受付してるのかなって多分思うんですけど、なんか受付終了の部が増えてるらしくて、月曜日までか。じゃあ明日明後日で応募してくれる人が多いのかなって思うけど、何個ぐらいあれしてるんだろう。受付終了中に残りわずか1だって。何が人気なんですか。オンラインかな、やっぱりオンラインが人気そうだよね。わかんないけど、何がどうなってんのかちょっとわかんないから何とも言えないんだけど、もうオンラインと最終日、対面の方が売れてる。あれ、そうなんだ。
喉怪しい感じ。なんかね、昨日エアコンつけたまま寝ちゃって、そうそう、だから対面とオンライン半々、現地7オンライン5だって。あ、そうなんだ、意外、現地の方が人気なんだね。じゃあみんな現地のなくなりそうな分早く取りなね。うん、いつだっけ、現地っていつといつがあるんだっけ。3月の頭と、もう次4月、現地は次4月なのかな。3、4、5あるんだ。え、オンラインってワンショットなくなったの？3月、4月、5月に2日ずつ。あ、そうなんだ。じゃあ3月の次は4月ってことだ。4月27、28。おお、結構なんか開くんだね。3月、2、3、4月と5月。あ、末末なんだ。なるほどね。なんだっけ、ワンショット枠減ったけどあるよ。あ、サインの部が増えたってことか。なるほどね。1日4部がサイン、2部がワンショット。そうなんだ。サインの枚数が増えるってことね。1日40枚ってこと。わお、結構大変結構大変。1日40枚でもあれだね、現地であんま思ったより多いけど多くない感じするね。同じ日に 2日間ずつあるからなのかわかんないけど、余裕やん、コロナ前に比べたって。マジで、あのコロナ前はおかしかったってことに気づいてほしい。マジで誰も気づいてくれなかったけど、あの時代は。しかも私とかはさ、そういうのに何も言えるような立場でも今でもないから何とも言えないけども、コロナ前がおかしかっただけでそれが普通ですからね。ちなみに一部100枚とか書いてた時頭おかしかったから。だってマジで本当にリアルに炎症を起こしてたからね。手に全員豆できたりとかしてたよ、本当に。あの時代はだって来る人ほぼ全員にサイン書いてたから、確率的に結構な確率で2人に1回とか3人に1回とかでサイン書いてるから、まずサイン月収タルトするし、そうだし、なんかもう押してた、それでめっちゃ握手が。そうだって握手って時間内に収まるように作られてるのに、それでめっちゃ押してたもんだって、サイン書くの大変で。どうあがいてもさ、それもうどんどん手が疲れていけばいくほどサインとかのさ書く時間も遅くなっていったりするからさ、すごい大変だった本当に。恋愛度は当たり前に近かった気がする、あの時代とか特に。謎のオリジナルグッズサインね、なんかレジャーシートとかにもサインしたことあったよ。そうだからその時代はだから本当にもうそれが嫌すぎて、サインをどれだけ簡単にするかってずっと考えて生きてた。そう、お時間ですが全く無意味になってた。いやマジでそう、あの時代はお時間ですって言われてもだってサイン書き終わってないもんみたいな。なんか本当に当たる率が高かったから、そう一気に10枚とかさ20枚とかさ多かったからさ、マジでちょっと本当にでこう喋りながらさ書いてたらさ、もう月収タルト月収タルト本当に。今はもう10枚でもまあ割と大変なんだけど、ちなみに一人一人にサインと日付とコメントと名前とって書いてるから
割りかし大変ではあるけど、今でも。でもだからもう100枚時代はもう本当にもう字間違えてても渡してた。うん、そう、そんなこともありましたね。そういう時代でした。前はね、もうあれも何年前よって話よ。もう4年前とか、4年前5年前ぐらいなのであれですけど、そう、今だと日付ミスでも書き直し、そうよ、今では日付ミスでも書き直ししなきゃいけないのよ、大変だから。そう、来てた人数も半端なかったからね。確かにコロナ前すっごい人いっぱいいた気がする。まあ他のグループもいっぱいいたからっていうのが大きいと思うけどね。そう、ワンショット動画とかった。ワンショット動画とかさ、なおさらだよね。あんな押すに決まってるじゃん、ワンショット動画なんて。普通に考えて、本当にだって来てから紙渡されて、しかもなんかあれって私たちがセリフ決めてるわけじゃないから、だから決まったセリフがあるんだよ、そういうセリフの。だからそれでなんか絶対に一番下が変なやつになってて、なんか一番下がなんかもう今日のオリジナル、なんか今日の自分の好きなポイントとか、なんか今日来てくれたあなたにとか、なんかそういう、なんかもう本当に無茶ぶりだったの。でもみんなもうさ、普通のが飽きたりした人とかさ、そういうのを撮りたくなるからさ、それ来るたびにさ、毎回同じこと言うわけにもいかないからさ、ちょっと考えなきゃいけないわけじゃん。え、どうしようどうしようみたいな、え、これ何よみたいな、うーんっていうのにもまず時間かかるし、で撮ってから握手も必ずしなきゃいけないから、ワンショットとかもめっちゃ押してた気がする。あー、めっちゃ押してると思いながらいつもやってた印象しかない。そう、あれ本当に大変だった。そう、台本作ってる人とかいたね。かさ、すっごい言いたくないセリフとかもたまに入ってる時があるわけよ。なんかもう何々さん大好き、本当にもう今日も来てくれてありがとうみたいな、なんかもうそういうのもすっごい多くて、もうめっちゃ嫌だったの、それとか。もうマジで言いたくないけど、でもさ、丸つけられてるのに言わないわけにはいかないからさ、もう本当に大変だったんだよ、あの時期は。本当に大変だった。そう、そんなこともありましたね。あとツーショットとかも別にツーショットいいんだけど、みんな自撮りしてきてもっとっていうのを本当に言いたくなる人が多くて、映ってない私みたいな、ツーショットなのに自分しか映ってないよみたいな、私映ってないよみたいなのが多すぎて、そう、本当に映ってないみたいな、本当にすごい多かったのよ。こう、本当にやっぱ露骨に慣れてる人と慣れてない人の差が出るというか、女の子とかはもうさっと撮ってさっと終わらせてくれたりとか、よく自撮りとかをしてる男性の方とか、まあ、自撮りをよくする方々はみんなパッて撮ってパッて終わりになるんだけど、本当に自撮りしてない人はまずさ、大体さ、自撮りするときってこうじゃん、わかる？腕を精一杯伸ばした状態で相手が映るこのスペースを作ってこうやって撮るじゃん。なんだけど、こう来た段階でもこれなの。あ、やばい、終わった。で、私ここね。あ、映んない。あ、やばい、映んない。こうやってさ、頑張ってさ、映ろうとするじゃん。もうさ、その人がこうなってるからさ、もうここに映らなきゃいけないけどか、あ、やばい、映んないって言ってさ、こうやってたらさ、カメラの機能的にさ、顔って伸びちゃうわけじゃん。こうやって入ったら。
こういう機能的にね、あーやばいやばいとかこうやってなったらさ、カメラの機能的にさ顔がめちゃくちゃ伸びちゃうからさ、でさ信じられない可愛くない写真がさ世に出ていくわけよ、どんどん。もうそれが本当に嫌で、なんでもっと自撮り練習してきてくれないのみたいな、本当にマジでそれもうあんたのワンショットだよみたいな、もう私いらんだろうみたいな、あんたのワンショットだよみたいな、本当に多かったんだよその時期もね。そうだからね、そのツーショットが始まったすぐの時とかあんま別にちゃんとしたルールがあったわけじゃなかったから、だからメンバーが携帯持ったりとかもできたんだけど、そう、それが一番早いわけだって、私たちが携帯受け取ってパッて撮ったらもう3秒で終わるんだから、はいチーズで終わりだからさ、それが良かったんだけど、それもねダメになっちゃったの、ルール的に。やっぱりそのメンバーがファンの方の携帯を触るっていうのがダメってなっちゃったから、触れないってなったらもうそっから大変、さあどうやって自撮りを乗り越えていこうかっていう風になって、もう私が最終的に考えついたのは、こう来るじゃん、来てくれるじゃん、こっちから来てくれて、で大体まあこのこうやって来たここに来た、でこことここに壁があります、ここに来た、こっち向きにカメラをセットしてこうやって写真撮るんだけど、もうわかる、こうやって来るじゃんみんな、来たらちょ反対向いてもらっていいって言って、私に背中向けてって言うの。でみんなえって言うわけよ、え写真撮るのにみたいな、どういうことみたいな、なんで後ろ向くのみたいになるんだけど、これさみんながさ後ろ向くとさ、もうね必然的に私がここに来るわけよ、みんなが後ろ向いたら、わかる、こう一周回ったらここに私が来るからさ、オッケーオッケーって言ってこうやって撮ってました。最終的にはそう、でもだからめちゃくちゃ押してましたねあの時期は。そう、まあ、楽しかったけどねそれもそれで。そうだな、そうなの、そうやって人は適応していくんだなって感じました、あの時代に。その時代知らないから、知らなかったら新鮮だよねそれは、確かに。そうあれでメンバーの顔の小ささわかるよね、それはそうかも。メンバーの顔ってちっちゃいんだよ、よく顔でかそうみたいな言われるけど私とか言われるけど、そんなこともなくて、言うて、だから写真とか撮るとさ記録に残るからね、そういうの、それは良かったよね。横山さんはめっちゃ顔ちっちゃい、マジで顔ちっちゃい。まあなので今は現地で楽しくお話ができますよ、今も今もお話に全ベッドで行かせてもらえるので、だからに来てください。ね。そう。握手も強制じゃないのですごく楽。そうだね。でも本当に握手しない人って結構いるんだよね、意外と。ファンの方にもとか、なんか初めて来ました握手せずに帰りますみたいな、えみたいな、しかもなんか時間待ってんのに帰る人もいるし、そう
みたいになることたまにある。そう、見つめ合うだけはしたことある。見つめ合うだけっていうのはないかな。だって大体来たら話しかけるし、ありがとうございますって、そうしてたっけ、最後してるか。大体握手大丈夫だよって言って枚数出す方とかでも最後に会釈程度の握手することが多いこう喋ってて、で間もなくですって言ったら手出してありがとう、じゃあまたお時間です、バイバイってなのが多いかも。そう、そういうことありましたね。つわものか、本当に挨拶だね。そうなんだよ、ツーショットスタッフさんによって当たり外れがあった。でもあれはやりたいけどね、アルバム写真会っていうの、アルバムの、アルバムってもうずっと出してないじゃん、多分サムネイル以降出してないよね。だからアルバム、アルバム写真会、ツーショット写真会、アルバム、アルバムは握手会じゃなくて写真会だったんですよ。でもあれ当たった人だけなんだっけ、写真撮れるのって。そんなことないよね。アルバム写メ会だよね。そうだよね。そう、アルバムの、がっつり座ってたやつ、そう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 。なんかアルバム、アルバムとシングルの違いが、シングルは握手会なんだけど、アルバムは写真会っていうのがもうマストで、当たったら絶対に推しと写真が撮れるっていうやつだったんだけど、大きな丸いテーブルを挟んで写真撮るんだけど、その中でも抽選に当たったら限定のアルバムの壁、なんて言うんだっけ、色紙か、アルバムの色紙にプラスチェキがついてくるっていうのがあって、そうそう、その場で写真撮って、チェキの、チェキが当たったらその場で写真撮って、そこでサイン書いて挟んで渡すっていうのがあって、そう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 。でもアルバムは必ず写真会だったから、だからで、メンバー、まあほぼほぼいろんなメンバーが、なんかこのアルバムの写真会の日はそういうなんかセットみたいのが置いてあって、そこのなんかホワイトボードみたいなのがいっぱい裏に置いてあって、そこに自分で今日のおすすめポーズとかを書いて、とか日付とか書いて机に置いといて写真に写るようにしたりとかよくしてたんですけど、そう、あれはもう本当に、だからもう何年前だって、私が初めてやった個別が写真会だったから、カッソカソの、めっちゃ覚えてる今でも、もう超カソってる写真会が初めてだったから、3月にやった。だからあれも7年前とかです。7年前、わお。だから今アルバムとか出したらまたそうなりそうだけど、そういうのあったら楽しいけどね。その時代から今もいる人はいますか？いるよ。何人ぐらいいるかな？10人いたらすごいなぐらいそう、意外とね、なんか生き残ってる人たちのシーズンが結構あって、もう本当に初期から生き残ってるぜ、2017から18ぜみたいなのがあるのよ、2020ぜとか、なんかそのシーズン分けされてて、結構だいたい生き残ってる方々はこの時期に好きになったみたいな人が多いなみたいな
のがあるんですよ。そう、そうなんですよ。だから今でも初期からいる人はでもね、すごい覚えてる。今でもやっぱ初期の頃はさ、特にさ、今よりも来てくれる人がもうもっと少なかったから、本当にマジで私のレーンかわいそうって思うぐらい、マジで多分1日ってか一部の合計10人来たかなみたいなのが本当に多かったんで、初期の頃は特に。そうだから本当にやっぱその時代にレーンで何ループもしてくれてる人とかはさ、やっぱ今でも覚えてるというか、でも名前はね忘れちゃうんだよね。顔は覚えてるんだけど、顔とか特徴とか覚えてるんだけど、名前は忘れちゃうことが多いんですけど。それから一人例で出すと、みゆぽんさんのファンだった方が来てくれてて、一時期すっごい、もうほんと初期の頃にみゆぽんさんのファンだけど、なんかまなかちゃんも来てみましたみたいな言ってから、すっごい来てくれてた人がいたんだけど、マジでいなくなってた、気づいたら。びっくり。そういうことが多いです。でも本当にだから元気に生きてるかなって思いながら私は生きてますけど、誰かわかるわそう、意外と覚えてたりもしますけどね。誰ファンとか覚えてる、そう、結構ね印象深かった。最初は当日券の人も多かった、多かったです、当日券の人。そう、でもあれ18期のとこにいた人、それ違う人です。バラ持ってる人ね、バラ持ってる人の話ショールームでしたからかわかんないけど、来てくれた最近握手マジで数億年ぶりに握手来てくれて、なんかもう喋り方も去り方も全部一緒で、数億年前に来た時と、あ、本当に変わらないんだなって思って、なんか嬉しかったです。本当にそう、そうなのよ。だからでもあれが再開したらいいよね、全国握手会。全国握手会多分18期推しだと思います。そのバラ持ってるメガネの16期みんな知ってるよ、マジで。本当に16期の初期の頃ずっと来てたから、その人だから全員名前言ったらわかる。名前言ってバラ持ってメガネかけてる人って言ったら、ああ何さんね言うぐらい。でも全悪復活してほしいよね。今はファンミーティングだからさ、本当に限られた人数の中でやってるけど、全国握手会ってその日にしかない良さがあって、やっぱり例えばさ、私とかもさ、私はだからやっぱり小学生だったから握手行った時とか、だからもう私にとって CD3 枚とかはさ、すっごい価値があるものだったわけよ。3枚も買ったっていうつもりだったの、私的には。いやでも今でも十分、本当に1枚でもすごいしね。そうなんだけれども、その3枚買って3枚握りしめて、でそれで1枚でミニライブも見れるし握手もできるんですよ、まず。でそれにプラス2枚はもう普通に握手として使えるみたいなので、それで持ってってミニライブ見るじゃん、生でメンバー見るじゃん。うわこの人生で見たらめっちゃ可愛いとかさ、え、この人もやばいみたいなとかさ、ゆきりん細っとかなんかさ、そういうの味わいで、そっから一回メンバーがはけて、でレーンのねファン、あのブロックごとに分かれてるんですよ。幕張とかこうやっぱ関東になるとすごい広い会場の使い方するから、ブロックがもう ABCDFGHIJKLM みたいな感じで結構あるんだけど、そのブロックごとに規制退場して、隣のねこう幕張ってこう区切られてるじゃない、で隣のちょっとね、あのほぼ壁なんだけど、なんかもう一部ドアだけ開いてるみたいな風になってる その隣の会場に入れるように。でそこからみんな規制退場していって、隣のレーンゾーンに移るの全員。そうでそこから
みんな並びたい人のところに並ぶんだけど、最初に子供とか女性優先で先に入って、そっからみんな入れる時間ですとかがあってやるんだけど、もうそこでそのレーンの並びって 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ってこう書いてあるわけよ。でそこに誰誰大何レーン誰誰誰誰誰誰とかこう書いてあるわけよ。それ見てうわ待ってみたいな、でもあの子可愛かったからあのレーン行きたいなみたいな、でもこの子には絶対に会いたくてみたいなのでこう見てて、うわどうしようみたいな、あどうしようどうしようみたいになって、で挙句の果てにはもう一枚 CD 買ったらもう一回行けるからもう一枚買おうとか言って CD の列並んで CD 買って、そこでまた CD 開けて握手券取り出してもう一回並ぶとか、そうしてましたね。もうハリーポッター始まっちゃうよ本当に。そう、そう並んでる列の長さもな、いや間違いない本当に間違いない。なんかね列見てうわちょっとここ並んでるからなみたいな、なんかこう時間配分的にちょっとここ並ぶのきついなみたいな、えでも待ってじゃあどこ行こうみたいなとかでこう行ったりして、で私はそのあ前役終わった後に CD、 あの前役ってかミニライブが終わった後に CD を買おうと思って CD 買うつもりで行ったんですよ。まずもう券これしか持ってないからみたいな、券3枚ぐらいしか持ってないから追加で何枚 CD 買おうって決めてて、でグッズ販売がほんあの始まる前もあるんだけど、まあ、大体みんな終わった後に買うわけよ。で並んでて結構思ったより混んでてその列が、でやっと CD 買ってで並ぶじゃん、並ぼうと思うじゃん、したらちょうどもう最初に女性子供優先でレーンがスタートするので、それ以外の方は入れませんみたいな、女性とか子供のライブチケットみたいなのを出したらレーンに並べるよっていうやつだったわけよ。そうだからそれでまだなんかそれ時間があるの、この時間までは女性子供時間ですってなってるから、これそれで CD 買ってよし並ぼうって思ったらもう女性子供タイムのほぼ終盤で全部のレーンがスカスカになってて、ここで超優越感に浸りながら一人でレーンを歩いていくっていう、で歩いて帰るっていうのをやったこともありましたね。そう、そういうこともありました。優越感、めちゃくちゃ優越感。メンバーと握手できる時間もちょっと長いし気持ち、しかも全てを存分に味わい、お見送りもしっかりしてもらえてみたいなね、すごい幸せな。それって小学生の時、小学生の時だよ。もう中1で入ってるからね。でも中1で初めて個別握手会に行きました。それまでやっぱりお母さんがいない状態で行くの良くないと親に言われてたのでずっと我慢してて行くの、そう付き添いというか、まあなんか親が一緒に行ける時にしか、しかも全国握手会じゃないと予定も分かんないからでしか全握手会行ってなくて、ずっと。でも小6の終わりか、君はメロディーの時に初めて CD 自分で買ってオンラインで、で初めて個別握手会行きましたね、友達と一緒に。ああうん、友達と一緒に。そう、横山さんの件は買ってたんだけど支払い忘れちゃって行けなかったって最悪。そうで、みくりんさんのクリアファイルもらいましたね、レーンから出た時に。おじさんがくれたの、おじさんがみくりんさんのレーンから出たらなんかみくりんのこと好きなのみたいな言われて、はいみたいな言ったら、これあげるよって言われて、クリアファイルくれたおじさん覚えてるかな、もう7年8年前、覚えてる、みくりんさんレーンでちっちゃい女の子にクリアファイルくれたおじさん覚えてる、それ私だよ、覚えてくれてないかな、それ私なの、クリアファイル、あのサーカスの衣装のみくりんさんのクリアファイルくれたおじさん、まあまだオタクしてないですか、もうやめましたか、私ですよ、あのクリアファイルもらったの。
そう、しかもクリアファイル渡してそのまま颯爽と去っていったおじさん覚えてる？あれ私だよ、覚えてたら会いに来てくれ。そう、そうなんですよ。だからでもだからこのグループに入る前は AKB の善悪は最初ラブラドール行こうとしてて、一番最初に初めてラブラドールレトリバーの CD を4枚も買ってよしとか思ってたんだけど、そのタイミングでいろいろと発生してしまってなくなっちゃって、握手がで行けなくなっちゃって、そうだから初めて行ったのは何だったかな、あれはハロウィンナイトかな、なんかでもハロウィンナイトやってた印象ある、楽曲でハロウィンナイトやってたんだよな、ゆきりんさんがハロウィンナイトの衣装着てた印象あるから、そうで握手行って、あとは HKT さん行ってましたね。 HKT が好きだったので、 HKT は何から行ってたかな、うわ何から言ってたろう HKT。 でもシェカラシカの T シャツは会場で買ったことあるからシェカラシカは絶対言ってて、でもシェカラシカの選抜初発表みたいな時も善悪いたから、何から言ってたんだろう HKT。 12秒も言ったね、12秒も言った、12秒が初めてかな、シェカラシカと12秒は絶対 T シャツ買ったの覚えてる、なんかメンバーごとの T シャツが売ってて、メロンジュースは全然、サクタフとかも全然だけど、それぐらいの時期に HKT さん行きましたね。ミオさん行ってた、でミオさんのその時の写真を、なんか握手した後に推しがさ握手した時の格好の写真出してくれるのってめっちゃ嬉しいよね、記憶が思い出されるじゃんか。私もそうだったの、ミオさんがライブでシェカラシカやった後に上パーカー着てて、普通のグレーのパーカーを羽織ってる状態で握手してた、もうそれがもう印象に残ってて、そのまんまの状態の写真でこう両手を広げてめっちゃニコニコの笑顔のボブのミオさんの写真をミオさんが終わった後にググタスかなんかにあげてくれて、でそれでこのミオちゃんと私は握手したんだ、覚えてる、あの手の感触を覚えてるってなったのを覚えてます。そう、あとはあれだね、お見立て会行けなかったのが悔しくて、欅坂のお見立て会に本当に同伴ってか年齢的に親がいないといけなくて、お父さんを登録してたんだけどお父さんがどうしてもの用事ができちゃって行けなくなっちゃって、お見立て会に、それが悔しかったからサイレントマジョリティの個別握手会取って一人で行ったね、サイレントマジョリティの個別握手会っていうのがありましたね。そう、そこまで守備範囲だったっていうわけではないんだけど、誰のとこ、今泉結衣さんと羽生瑞穂さん、好きで初期からもう最初の自己紹介、欅って書けないの自己紹介の時からもうこの二人が可愛いってずっと思ってて、そうだから、それこそその時渡辺梨沙さんとかがロングだったので、ロングでまだ世の中に見つかってなくて、でも私はずっと言ってたの、めっちゃ可愛いこの人、マジで可愛いから絶対人気出るよって言ってて、でもなんかみんないまいちみたいな感じだったけど、ショートにした瞬間にもうバーンバーンだって、ほら見ろって言ったの覚えてる、友達に話してて、ほら見ろって、だから言っただろうって友達に言ってましたね。そう、ほら見ろよって、だから言っただろうって
そう。いるよね、そういう人って。本当にそう。本当にいるんですよ、そういうやつ。こういうやつです、そういう人。そう。あとはね、川崎かどっかでやってた、あの川崎かどっかでね、路上っていうか外で握手やってたの、欅坂さんが。そういうイベントで、もう本当に一番最初のイベント、多分 CD 発売する前のイベントで、何人か4人1組ぐらいのペアになっていろんなところで握手をするっていうのがあって、でその時に行ったんだよ。行ったんだけどめっちゃくちゃ並んでて、その時列が。そう、平手友梨奈さんとかいた、その日のメンバーは。そうで、めちゃくちゃ並んでて、でめっちゃ並んだんだけど、私も頑張って並んでたんだけど、その日川崎で友達のダンスの発表会を見る予定があってそうで、どうしてもダンスの発表会に間に合わないってなって、半分ぐらいまで来たところでもう列抜けてダンスの発表会見に行ったことがありますね。そう、そんなこともありました。そう、だからそういうこともありましたね。そう、友達選んでて偉い。偉いよね、本当にそう思う。だからっていうオタ活をしてました、私は。 それ以外はあんまりかな。 HKT さんとかも、代々木第一体育館、第二体育館か、代々木第二体育館の、全然題名出てこないや、なんかもうみんなに囲まれてるステージのセンター真ん中の、サシコトソレイユ、そう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 、サシコトソレイユとかしか行ってなかったな。うん、ライブは。あと AKB の大運動会、東京ドームでやってた入場無料のやつ、友達が当ててくれて、友達と2人で大運動会見に行ったくらいかな。ライブはね、実は全然行ってなくて。そう、あとはもう劇場公演だな。劇場公演は入る直前に割と行ってた気がする。夢しな、初めて見たのが夢しなだから、夢を死なせるわけにはいかないが世界で一番好きな公演なんですけど。そう、夢しな、そう、大運動会、大運動会良かったですよね。そう、いや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 、チーム4です、高橋チーム4の夢しな、そうの日付まで覚えてないけど、1月の11とかだった気がする。私の記憶がマジで確かなら1月の11とか、2016年の1月の11ぐらいの兼任メンバーがもう全員揃ってる。北川涼波さんも、渋谷渚さんも、美桜ちゃんもいた友永美桜さんもいた。1月12、今日1月12だね、確かに。そう、ゆいりさんも出てたし、その子は奈々さんもいたと思う、みきさんもいた、さやさんもいたし、まこさんもいたと思う。その兼任メンバーがみんないるやつ当たって、そう、当たって2回公演の夜公演、そうで、その時女性枠で投げたから、女性枠の真ん中ら辺に座って初めて見た、覚えてる。多分それ、これでさ検索してさ、本当にその日に公演してて、そのメンバーがさ、え、調べたら日にちまで合ってます、だって。本当にマジで言ってる、出てきた、もしかして2016年の1月11日ほら、すごくない、普通にすごくない、それ覚えてんの。でもそう、初めて劇場公演に当たって行ったのが
その日だったんですよ。そうで、女性枠のところで初めて入場して、月曜日祝日の2回公演って書いてる。そうで、早めに着くように行ったの。そしたらまだ昼公演やってて、昼公演の最後の挨拶ぐらいをやってて、そうで、あ、この人たちにもう会うんだ、てかここの中にいるんだみたいなって思いながらチケット発券して、で女性が一番最初に入るんだよね、席が決まってるから。それで一番最初に入って、うわ劇場だってなったの覚えてます。そう、その公演リバイバルオンデマンドで見れるだって、わお。そうだから、それが本当に楽しくて、でその日お父さんとお母さんが危ない、あ、そんな私とかさ、本当に自分の最寄り駅の隣駅に行くのにでも精一杯みたいな子供だったから、本当に電車とか乗らないような子だったから、秋葉原まで行くなんて危ないってお父さんとお母さんがなってて、から秋葉原まで車で迎えに来てくれてて、で車で3人で帰ったんだけど、もうそこで一生感想を言ってんの、何も見てないのに。もう家族は何も見てないのに、そこでもう誰々さんがすっごい良くてみたいな、でこの曲がすっごい良くてって言って、ずっと車ので音楽流せるじゃん、で車に携帯つないでずっと 50% 流し続けて、車でこの曲が本当に良かったのでって言って、イエスの勤務するしってずっと流して、そう言うまで帰ったっていう覚えがあります。その時から私は 50% が一生好きなので、そうそうなんですよ、わかるよその気持ち。そうしかもその時はお見送りもやっぱ16人いるし、コロナ前だったから、もう一番前のセリまでみんなメンバーが来ているんですよ。がめっちゃ至近距離でメンバーがいて、ただその前にスタッフさんが何人かずつ立ってやるの、メンバーと私たちの間に。だから私は身長もちっちゃかったから、なんかみんなの顔を見たいのに、たまになんかそのメンバーとメンバーの間のよりもちょっとメンバー寄りに立ってるスタッフさんがいて、そのメンバーの顔が見えなくて、あースタッフと思いながらお見送りに参加してた時もありました。そうでも全員の自己紹介を覚えて、できる限りコールしていこうって、できる限りコールするんだって思って、いたんだけど、そうでも実際に劇場に入ると、もうまずオーバーチャーからコールがすっごくって、席に座ってった時にもなんかもう爆音のコールが聞こえてきて、周りからもう圧巻されちゃって、なんかあっ、でみたいな、もう私の心の中でさ、ああイエーみたいなぐらい叫ぶつもりでいたのに、めっちゃ恥ずかしいし、周りの人めっちゃ声でかいし、で、ああイエーレデーみたいな、ああみたいな感じだった、初めて行った時は。そうそうなんですよ。でお見送りで自分の出番が来るまでも結構時間があったから、ずっとお見送りしてる推しメンとかみんなの子を見てて、あーかわいいな、あそこに私も行って今からみんなの目に入るんだとか思いながらこう座ってて、うわ絶対にあの人にこの感想絶対言いたいとか思うんだけど、いざ行くと何も喋れなくて、ただ、まあ、もう目に焼き付けるのに精一杯、まあ、みたいな感じだった。そうだから楽しかったなって思いますよ。だからメンバーになった今でも劇場公演は楽しいなって思うし、劇場っていいところって思ってます。そうお見送りで喋るのむずい、わかる。私なんかお見送りの時なんか信じられないぐらい、多分私声がちっちゃくて、お見送りの時、お見送りの時にたまに話しかけたりするんだけど、ほぼほぼ全員からえて顔されて去られるから、もうなんか話しかけんのやめようかなっていつも思うなんかたまにさ、ちょっと時間がさ、なんか人と人の隙間が空いてて、あこの人と喋れるなとかさ、こ
こう会ったりする時とかにさ話しかけるんだけどさ、あ来てくれたんだとか、なんかあそこ見えたよとかさ、なんとかだったねとか言うんだけどさ、えみたいな顔されて、えみたいな顔されて、もう一回頑張って言うんだけど、もう諦めて、あってそうありがとうって他の人にもう手振り始めちゃうから、もうやめようと思ってる、本当に話しかける。そう、そんなこともありますね。でもだから劇場今今月出る予定って今あるかな、あこれ見て、髪の毛取れたから、ここ2本取れたから、ここだけめっちゃ地毛、地毛なの、地毛なのだ、これめっちゃ地毛なのだ、ここ髪の毛取れちゃって、ここここめっちゃ地毛なのだ、ほら急になんか地毛感すごいの、ここの束取れちゃって、加入前に何回公園行ったのだって、わかんないや、何回公園行ったか全然わかんない、土日出て公園、私来週公園出る予定ないよね、あるき、ありましたっけ、ありました、ありましたか、ないよね公園出る予定、まだ木曜日までしか出てないじゃないわ、今月末ぐらいかも、出るとしてももう、うん、って感じです。そうそうだ、ナミの出場公演も今月末だからね、そう髪の毛はもうちょっとで外そうと思ってる、もう正直今日外してもいいかなって思ってたんだけど、お話し会はどうしてもロングで来てくださいって言ってくれる一人の人がいたのでその人のために私は明日ロングで、明日明後日ロングでいようと思ってるので、そうだからもうそれが終わったら撮るかなって思います。でも本当にこのロングの評判が良くて、なんかあやみんのお母さんもモラカちゃんのロングが可愛いって言ってたらしくて、あぶねー自分の母親の名前呼びそうになった、あの最近自分の母親のことを下の名前で呼び捨てで呼んでるんですよ、ずっとママって呼んでたんだけど、もう今下の名前で呼び捨てで呼ぶようになったんですよ、ここ最近だったんだけど、その自分の母親もロングの方がいいよって、なんか外さない一生外さなくていいじゃないってさっき言われたんやけど、普通にはぁ、はぁみたいな、何それとか思いながらも、ただしばらくショートにはまだしないかもしれないですよ、ちょっといろいろとあって、あのショートがコンセプトに合わないすぎて、ちょっとあの今しばらくはロングじゃないけど、このこれは撮っちゃうけど、でもあの今の地毛をすごい切ることはちょっとまだできないかも、なんか最近すごい切りたくて、マジでめっちゃすごい切りたくて、切ろうと思ってたんだけど、そうなんかエクスターズしたらもう髪切ろうかなって思ってたんだけど、もっともっとなんかもうなんかこれぐらいにしようかなみたいな、久々になんかジサリスの撮影してた時もうさ、言うてボブっていうかさ、ずっとボブだったからさ、なんかこれぐらいにしちゃおうかなみたいな、もうなんか思い切ってこの辺までまた切っちゃうかみたいな思ったんだけど、ちょっと無理があって、それちょっと無理があったので、ちょっとまたしばらくは切ることはないと思うんですけど、とりあえずはまあ
長いと思っててください。まだまだ一旦。そう、小田さん短くしてた、マジで。代理さん髪の毛短くなったの、マジですか。そう、そう、結構ね相談したんだけど、やっぱりちょっとね髪切るのは違うかなっていう風になったので、なのでっていう感じです。生誕の後に病院行ったらしい。え、そうなんだ、代理さん。ということでもう終わりにするわ。ハリーポッターも半分ぐらい進んだわ。ということで、終わり。ランキング発表します。13位ポンタさん、12位ムービングさん、11位タケドンさん、10位ココちゃん、9位スベッターさん、8位大山さん、ありがたぐちです。神社部いきます。第7位黒猫モフモスさん、第6位みちさん、第5位豆もやしさん、第4位ゆりえさん、ありがたぐちです。トップ3いきます。第3位ポンさん、ありがたぐちです。第2位ローエンさん、チェキありがたぐち、ありがたぐち、ローエンさんありがたぐちです。神様にたぐちチェキ。そしてたぐちゃまの中でも5341分の1を獲得したのはバーンバディさんです。ありがたぐちです。はい、その他にもギフトを飛ばしてくださった皆さん、コメントしてくださった皆さん、見に来てくださった皆さん、ありがたぐちでした。今日顔かわいいなって思ったからショールームしてみたんだけど、どう出したか自分でメイクしてないからさ、今日いつもと雰囲気がちょっと違うんじゃないかななんて思いますけど、そう、ということで、あとポッキムリありがとうございました。波動を応援してくださった皆さん、パラメーターが本当にね上がりが良くて嬉しいです。いつも本当に本当に、ただそのせっかくね応援してくださったのに打倒補填ができなくてごめんなさい。補填が強すぎる、補填が強すぎるんだ、補填が強すぎるのが悪い。頑張ったもん私。そう、結構頑張ったんだけど、そう、最後ギリギリね、一応勝ちはしたよ、勝ちはしたけど負けちゃったっていう、それなんですよ。勝ちはしたけど負けちゃったっていう、本当に。そう、ズンが強すぎた、想定外だった。ズンが強いと思ってなかったから、ズンが強くなかったら勝ててたと思う。ズンがもっと弱くあると思って生きてたから。そう、ズンが避けるのが上手くて、本当にそう、あれがズンじゃなかったら勝てた絶対そう、チームメイトの時弱かったのにね、本当に。本当にさ、私と同じチームだった時はさ、ずっとズボンなんて履いてこなかったのに、急に今回になってズボン履いてきやがって、本当に許せねえよな、本当本当に山根さん許せねえよな。いやだから、あの本当にちょっと悔しかったけど、でも一応そのポッケムリのテーマとしては2位なんですよ。一応ね、一番可愛いランキングって2位だと思ってるので、こう買い争いにも参加せず、高みの見物の位置だけどすごく目立つわけでもない2位っていうのが、こう一番綺麗だよねっていうのをテーマにポッケムリを組んでるので、そうだから、あの可愛いランキングなんです2位がそうそうなんです。だから T シャツも可愛かったでしょ。しかもね、ポッケムリのポーズも考えたの。ポッケを叩いてポッケムリって、かわいいね、ほんとかわいい。だからポッケムリの T シャツをさ欲しいよね、みんな。ポッケムリの T シャツあれめっちゃかわいいからさ、出たら買ってね、ありがとう。そうだから、そんな感じです、ポッケムリ。そうなので、まあ今回はエリコがもうすごい大活躍してくれて、あやねさんもすごい良かったので、あのこれからまた頑張れるようにポッケムリを応援してくれたらいいなと思います。エリコちゃんと仲良くなった、エリコとはね仲良くなったと思うよ。ちょっとはちょっとエリコと仲良くなった自覚ある。もっと仲良くなりたいなと思ってるけど、そう、もうユキちゃんとかも仲良くなりたいね。平田のユキちゃん、平田のゆきちゃん、今日
今日もちょっと喋ったけど面白いよね本当に。そう、田口さん呼びからマナカさん呼びに変わった。あ、名前呼ばれたかな名前呼ばれたっけな、エリコに。私はエリコってずっと言ってたけど、そう、だから後輩から声をかけてきたメンバーいた？ほぼいないかも。うん、まあなので波動期にまた仲良くなれたらいいなと思っておりますし、オンさんと出たいんだ波動に。だからオンさんと出れる日が早く来るといいなって思ってます。さこいめみと話した。さこいめみと話してないけど、さこいめみ面白いね。さこいめみあと信じられないぐらいスタイルがいい。マジでさこいめみいいね。ということでちょっと眠くなってきたから終わりにするわ。ハリーポッター絶対見れない気がする。ということでじゃあこれにて終わりにします。向井地美穂ちゃんがプラメでマラカちゃんと今回より仲良くなったと言ってたよ。だってはい、向井地美穂にいただきました仲良くなった宣言ありがとうございますおんさんでもそう本当にここ本当数日本当おんさんと仲良くなりましたね。なるさんとはもともと仲良かったけど、おんさんと仲良くなりましたね。そうだから嬉しいね、おんさんにそう言っていただけて。おんさん確かにおんさんとね仲良くなった気がするそうなのでまたじゃああれしますね、ショールームして。ずんちゃんの配信始まった。だってじゃあちょっとみんなあれ送っといて、もう私が配信終わったら何今やって本気出しとんねんってみんなコメント送って私が配信終わった瞬間にずんの配信行って何今やって本気出しとんねんってコメントだけ送って、それでなんかずんが困ってる風景が見たいから、じゃあお願いします。じゃあこれにて終わりになりますので、みんなコメントしに行ってください。バイバイ。